クンクン。わお。ちょっと出ました。ちょっとどの層のファンの方が喜ぶんですか。汗の匂いもミックスですね今。はい、いい匂いです、はい、汗も取り来ます。実は今日お二人がお召しの衣装にも使わせていただいておりまして、こうせっかくの機会ですので香りをちょっと嗅ぎ合っていただこうかなと思っているんですが、はい、よろしいでしょうか。はい、嗅ぎ合うんですね。確認していただいておりましたが、まさにじゃあ吉野さんの香りということで、はい、ではそのブルーのボトルちょっとお持ちいただきましょうか。はい、はい、ということでこちら、はい、ヒーリングナイトという香りということなんですが、さあどんな感想を聞かせていただけるんでしょうか。はい、ぜひ岩田さんちょっと袖のあたりをいいんですか。お願いします。ファンの皆さんに怒られちゃいますよ。ではお願いします。はい、クンクン。あ、わお。おお、出ました。いやめちゃくちゃいい匂いですね。本当にあのラベンダーですか。多分このね、この容器のカラーも多分ラベンダーから持ってきてると思うんですけど、すっごいね爽やかなラベンダーの香りがこうファーって広がる、なんかそういう香りです。はい、めちゃくちゃいいです。いいですね。やっぱりこうメンバー間とかでもこうパッとこういい香りがするとそれ何ってなんか聞きたくなる瞬間ってありますよね。ありますね。確かに素敵な香りということで今回、はい、嗅いでいただきました。いやなんか接近してくるのってなんかドキドキしません。なんかこう、はい、香りを嗅がれるって なかなかないですもんね。そうですね、うん、ないですよこれは。これどの層のファンの方が喜ぶんですかこれ。結構いらっしゃる。喜んでおります。ありがとうございます。はい、さあでは続きまして岩田さんの香りということで白いボトル、リュクスリネンの香りということでちょっとボトルをお持ちいただきましょう。今日ねもう皆さんお気づきかと思うんですが、あの衣装もちょっと合わせていただいているわけなんですが、はい、こちらの香りさあどんな感想を聞けるんでしょうか。うん、さあでは吉野さん嗅いでいただいていいですか。はい、失礼します。ではあ、わお。ちょっと出ました。ちょっとあの照れましたね。はい、照れちゃった本家ね。はい、うん、いやでも本当やっぱ匂いがいいですね。なんかすごい、うん、匂いに重視してるその柔軟剤なので、うん、なんか香りもすごく強いですし、なんかこっちの爽やかさとはちょっとまた別の爽やかさを感じるというか、うんうん、本当素敵な匂いです。はい、うん、なかなかメンバー同士で香りを確認し合う機会もないと思いますし、はい、この光景っていうのをなかなか見れないなって、ね、なんかすごく新鮮ですし、はいはい、うん、貴重ななんか時間だなっていう感じしますが、最初で最後の。まあなかなか恥ずかしい時間ですよ。はいはい、貴重でした。なんか見てるだけでほっこりなんか心も落ち着きましたけれども、はい、お互いに今香りが漂ってるんですか。もうこの辺一体ですよ。来ます。はい、これミックスされてますか、それともそれぞれ匂い嗅ぎ分けられてますか。どういう質問なんですか。そうですね、ミックスかな。ミックスです。うん、でもなんかいいですよね、なんかぶつかり合ってないとか、うん、混じり合ってますね。はい、混じり合ってます。岩田さん汗拭かれてるんですか。はい、そうです。だから汗の匂いもミックスですね今。はい、いい匂いです。はい、汗もトリプルミックスで。、はい、